フランケン地方で栽培されたシルバーナーシルバーナーは主にアルザスとドイツで栽培されている白ワイン用ブドウ品種で正式名称はグリューナーシルバーナーである。アルザスの場合には元来地味でマイナーなワイン用品種と考えられてきたが2006年にゾッツェンベルクの唯一つのブドウ園にのみ限定されたものではあるがアルザスの4種の後期品種とともに アルザスグランクリワインを生産するために使用できる品種に含まれた。シルバーナーから作られるワインには二面性がある。シルバーナーは受精が強く、果実は中性的で個性のない香りであるため、収量が制御されない限り個性のないワインになってしまう可能性がある。一方で、この特性はテロワールの表現のための無地のキャンバスの役割を提供し、 熟練した良きワイン作りの場では、シルバーナーはエレガントなワインを作り出すことができるのである。酸度は高いものの、自然に果重中の糖度が上がりやすいので、しばしばリースリングやエルプリングなどの他の品種とブレンドされ、デザートワインになることがある。シルバーナーは中央ヨーロッパのトランシルバニアで長らく栽培されてきた古代の品種である。ドイツでは、 ディープフラウミルヒの構成原料として最もよく知られているが、1970年代には品質が損なわれていたものの、フランケン地方では、他のドイツのワイン地域と比べ長期にわたって評判が高かった。DNA 型鑑定では、トラミネールとハンガリー土着品種のエースターライフィッシュバイスの後輩種であることが証明されている。その結果、現在は、 オーストリア帝国に由来すると考えられている。30年戦争の後、1659年4月5日に、フランケン地方のカステル郡で、オーストリアのシルバーナーが植えられた際、このブドウがドイツに入ってきたと考えられている。したがって、ドイツでは2009年に、シルバーナー栽培350周年を祝った。名前の由来は、 ラテン語のシルバ、またはセイブムのいずれかと関連付けられており、現代のブドウ品種学の確立以前から、この種が野生のブドウと密接な関係があったと仮定されること時折あった。DNA 型鑑定の前に、その名前に基づいてトランシルバニアの起源を仮定した人もいた。シルバーナーは第二次世界大戦後、ドイツとアルザスで植栽され、 1960年代から1970年代にかけて、総武道園面積のそれぞれ30%、25%に達した。1970年頃にミュラー・トゥルガウに追い越されるまでは、ドイツで最も栽培されていた品種であった。ドイツ産の作物の大半はリープフラウミルヒに配合されていたが、過剰生産がその評判を損なってしまい、味が変わって、 多くのブドウ畑が荒れ果てた。しかし、フランケン地方では、ディープフラウミルヒは生産されておらず、何十年にもわたって、ドイツの他のほとんどの地域で、セミスイートワインが生産されていた時も、主にドライの白ワインに使われており、シルバーナーはその人気を維持していた。一般的に使用されていた、単一品種のシルバーナーのセミスイートワインは、 ドイツのワイン生産から消えてしまった。より最近では、良質のブドウ畑での低収量栽培方法に基づくアルザスでの復活があり、2006年にゾッツェンベルクのシルバーナーが最初にアルザスグランクリュに指定された。1970年代、ブラウンブラザーズがビクトリア州北東部でシルバーナーの実験を行ったが、何もそれからできていないようである。 オーストリアワインのドライスタイルへのトレンドの犠牲者で、あるシルバーナーの栽培は34ヘクタールしかない。クロアチアのメジムリエ軍のグリーンシルバーナーのボトル、シルバーナーは、クロアチア東部、スラボニアとスレム地域、その他の地域で栽培されている。近年、オラホビカの高品質セミドライのシルバーナツゼレには、クロアチアの人気の高い白ワインの一つになっている。 シルバーナーは、アルザスのワインで物議を醸す場所を持っている。2 0 0 6のクソトツェンバーグ年以降、以前は4つの寄付ブドウである、デビュルツ・トラミネール、マスカット、ピノグリ、リースリングのための予約席だった、アルザス・グランクリュで使用することが可能になったが、ゾッツェンベルクのブドウ園だけに限定されているため、アルテンベルク・ドベルクハイムやケフェルコップフとともに、 アルザスグランクリュの品種混合ワインに提供することを認められた。ゾッツェンベルクのグランクリュワインはデビュルツトラミネール、ピノグリ、リースリング、シルバーナーで構成からの組み合わせで生産されている。したがって、このブドウ園から品種的に純粋なシルバーナー、グランクリュを生産することは可能だが、ゾッツェンベルクというラベルの実が付される場合がある。この後でさえ、 ジーン・トリムバックの見解は、このシルバーナー・グランクルはゾッツェンベルクでのみ製造、可能であり、確かにテロアールとして認知されるが、我々はそこで止めておくべきだと述べている。ドイツと同じように、シルバーナーは1970年代から人気がなくなり、アルザスのブドウ園の25%から10%にまで、その面積を減少させた。典型的なボックスボイテール型のフランケン地方の、 シルバーナーワインの便百6 5 9年にカステル軍で最初に記録されたシルバーナーは1960年代から1970年代にピークに達しドイツのブドウ園の30%を占めた。しかしディープフラウミルヒー時代の角生産はその名声を傷つけフランケン地方の本拠地に後退した。最高の白ド土壌を持つムッシェル・カルクのテロワールでは 通常はリースリングから作られるドイツで最高の白ワインと十分競合できるワインを生産することができる。これらの強力なワインは食品との相性も良いと考えられており、しばしばアーシー風味があると言われている。ドイツ高級ワイン生産者協会のエスタ・レージ、クロシス・ジウェイクスの規則によればシルバーナーはクロシス・ジウェイクスワインに使用できるが、 フランケン地方とザール・ウンシュトルト地域のみで他の11のドイツのワイン生産地域では使用できないと定められている。シルバーナーはまたラインヘッセント・プファルツ地方で栽培され、時にはデザートワインも製造されている。現在、ドイツには6000ヘクタールの植え付けがあり、ブドウの栽培総面積に占める割合はわずか5.9%である。 この品種のドイツでの正式な名称はグリューナー・シルバーナーであり、原産地のオーストリアやアルザスとは異なり、愛表記の綴りである。シルバーナーは通常バリックダルで熟成しない。これは、シルバーナーの繊細で、フルーティーなボディが樽の多くの風味に圧倒されてしまうためである。シルバーナーの故郷と推定されるトランシルバニアでは、ジドベートなキビルのワイン醸造所で、シルバーナーローズと、 シルバーナーベルデビーノに品種が栽培されている。シルバーナーは伝統的にスロバキアのリムバッハ村で栽培されており、様々なシルバーナーのワインがその周辺で有名である。スイスではいくらかのシルバーナーが栽培されており、ヨハニスベリクもしくはワイン表記のシルバーナーとして知られている。1858年、エミール・ドレッセルが 最初のシルバーナーの切り枝をアメリカに持ち込み、カリフォルニア州、その間郡にある、現在のスクライブエステートに植えた。彼の名誉により、スクライブワイナリーは2007年に1エーカーを栽培している。カリフォルニア州のサンタマリアバレーエイバのランチョシスコックワイナリーで長年栽培されている。それ以外では、シルバーナーは、シルバーナーリースリング、 フランケンリースリング、モントレイリースリング、そのマリースリングとして知られていたカリフォルニアから多かれ、少なかり消滅している。オレゴン州には、ホレストグローブのデビットヒルブドウ農園でいくらかの、シルバーナーが栽培されている。フランケン地方のシルバーナーこのブドウは3つの突起がある葉を持ち、活発で生産的である。棒は小さく円筒型で、中程度の緑の果実が素早く熟す。 和製品種である。シルバーナーは1940年にシャスラと荒廃されて白ブドウ品種のノーブリングを生産した。シルバーナーは以下に示す別名でも呼ばれている。アービン、アービングランデ、ウガスティーナ・ウェイス、ベレディ・サルンニ、ボネー・シンガー、クロジーヤー、シニファドル・ジリーニ、シニファル、フリージェント・ローブ、フランケンリー・スリング、フランケント・ローブ、 フーセアーズサルンニ、ゴメイブラン、ジェンティルベーバート、グロリーン、グロ、リーン、グランシルベイナー、グラナデル、グランフリアンカ一種、GRN、シルビーナー、ヘアスラーシュワルツ、ジョハニスバーガー、ミシカ、モーマバカ、モントレーリースリング、モレブカ、ムーバベカ、マシカ、マシュザ、マス、ネメッキリッザリング、イーステリッカー、オストライカー、ペプルトローブ、ピカーダンブラン、ピカーデューブラン、 フラントドゥリーム、リーム、ランドブラット、ソールフィン、ソールフィンベライ、サルベイナー、サルビナー、シャーベイナー、スカーベイナー、ショーフルナー、シュアベラー、シュアブラー、セットマグラドク、セットマグラドスカゼリーナ、シリーンスス、シリーブン、シルバンスクゼリーン、ソノマリースリング、シルバンジリーニ、サルベイナー、サルベイナーベルデ、サルンニフェイヒーア、チャフォンラー、イエシルシルベイナー、 ゼロンジック、ジリーニ、シフォンドラー、ジリファンデル、ジニファル、ゾーールドサルンニ、ゾールドチロンニシルベイナー、シルベイナー、サルベイナーバート、グラナーサルベイナー、グランフリアンカイッシュ、フランケンリースリング、グラナーシルベイナー。ありがとうございます。